浄化開始。大きな彫刻だ。これもコーリンの仕事か。いや、この美術館にあるほぼ全ての美術品はあの者の手によるのか。永遠たる妖魔は何も生み出せない。コーリンは作品を作ることで人間でいようとあがいていたのかもしれない。そうか、そうだったのかもしれないね。浄化開始。あれ一つかけるのに15年だそうだ。周辺はさぞ潤ったことだろうよ。嬢ちゃん、足は好奇心の象徴なんだぜ。あちらの世界に何があるのか、その思いが彼方の場所をつないでる。あの道の先に誰かの憧れがあった。そういうのは悪くないんだ。へえ、ロイドって意外とロマンチックなんだね。だろう。距離があればあるほど金になる。ロマンだな。宣言撤回だ。浄化開始。
上。浄化開始。カリムカ、一緒に行こう。来て。まだこれからだぞ。Ah!
丈夫、任せといて。ここは？ようやくこの時が来ましたね。久しぶりね、エージェントアーナス。そして、はじめまして、リュリーティス。私が教皇庁の長、ルードゲートです。教皇さん、あんたどうして？今から数百年前、国際関係は悪化の一途をたどり、数えきれぬほどの軍事衝突が起きました。犠牲になるのはいつも民衆です。戦いの道具として使い捨てられた人々は何千人とも何万人とも。血筋や思想の違いで人は簡単に誰かを憎み恨み蔑んで無関係な人々の命まで奪ってゆく。当時聖職についていた私は戦場に転がる数えきれぬ死体の中で気づきました。教皇さん、あんたまさか。とこしえの夜を召喚したのは私です。そして彼を騙し、その尊き青い血を奪い滅ぼしたのも。私が浴びた夜の君の血は私に新しい可能性を示してくれました。すなわち世界を守れる可能性を。そう、私が新たな夜の君。人の心を持った夜なのですよ。私が夜である限り、人類は結束せざるを得ないのです。なるほど。あんたが世界を壊すって脅しをかけるたび、戦争はやむってわけだ。だがコストゼロじゃないよな。コスト？青き血の力は体同様、心も支配しにかかる。人の心を何のメンテナンスもしないまま保ってられるはずがない。さすが、青い雨を浴びて生き残った最後のエージェントね。見て、この肉体は私の聖騎士降臨が夜のために作り上げた最高傑作。じゃあ、あの石像の女性たちは？肉体は切り刻まれても、誰かを思う彼女たちの熱い思いはこの体の中で生き続けているわ。だから私は人間の心を失わずにいられるのよ。でもそれもそろそろ限界。心と肉体を丸ごと着替えなくてはこの夜を抑えることはできないの。リュリーティス。今もこの地上のどこかで孤児たちが青き血を与えられ戦の道具にされているの。リュリーティス、あなたならそれを止められるのよ。第二第三のアーナスを救えるの。アーナスのような子が他にも。あなたはアーナスを守るために自分が嫌われることすら厭わなかった。
アーナスを思う心を夢世界に捨ててまでアーナスを守ろうとした。その優しい心ならきっとこの夜の地を飼いならせるでしょう。お願いリュリーティス、私と一つになってこの世界ごとアーナスを守りましょう。犠牲になりたきゃなればいい、戦いを止めたきゃ止めればいい。だけどそれはそう思った当事者がやればいいことだ。世界のために犠牲になる必要はない。リュリーティスも、そしてあんたもだ。夜との戦いも列強国の戦も誰か一人に押し付けるなんて間違ってる。この世界はこの世界に生を受けたそれぞれが背負うべきものだ。それが生きるってことだろう。アーナス、リュリーティス、下がって。この人から夜の君の血を吸い上げる。私の存在は世界の意志、私を倒せると言うなら倒してみればいい。は、終わらせてやるさ、こんな歪んだ世界。待ってろリュリーティス、今青い血を吸い出してやるから。そうすれば全部元通りだから。くそ、
頼むよ、動けったら。こうなったら方法は一つだ。ルリーティス、君の中に流れる青い血のすべて私が引き受ける。ダメよアナス、そんなことしたらあなたが夜の君になってしまうわ。それにもう手遅れよ。私はもうすぐ茶用に。そうなったらためらわず切って。君を茶用になんかするものか。君を救うためなら何だってやる。君に嫌われたって君を守る。それが、それだけが私の願いなんだ。君は知らないんだ。君の笑顔に私がどんなに救われてたか。邪妖との不毛な戦いも、青い血を回収するたび人ではなくなっていくこの体も、その笑顔を守るためなら許せた。君のためなら何もかも許せたんだ。私の中に流れる妖魔の王の血を、夜の君の力よ。あんた万能だって言うなら、どうか彼女を人間に戻して。そして私を失っても彼女は生きていけるように、彼女の心から私の全てを消して。夜の君が消え、世界に平和が戻ったというのに、結局帰ってきませんでしたね。胸クソ悪いぜ。全部教皇庁の筋書き通りかよ。このカフェも随分とガランとしてしまいましたね。無事だったのか、リュリーティス嬢。それで長ちゃんは。私のことをご存知なのですね。リュリーティス嬢の記憶がないなんて、教皇長めえぐいことしやがる。教皇がお堕仏して教皇庁は事実上解体されたんです。記憶を消したのは教皇庁じゃないでしょう。私もそう思います。なんだよ、じゃあ嬢ちゃん自身かよ。ったく、あの子は。それより良かったんですか、島観光一人で行かせて。てっきりあーたが案内するもんだと思ってましたよ。今さらどの面下げてガイドするんだよ。あの二人を七に送り出したのは
俺たちだっていうのに。余計なことまで喋ってしまいそうですしね。そりゃまあそうですけど、なんかモヤモヤっとしますよ。お前だけでも言ってやれよ。ジョーちゃんのこと教えてやってくれ。人間どもは当てになんねえから。揃いも揃って何やってるんだろうな俺たちは。まったくですね。ええ、まったくです。なんとなく見覚えがあるような、ないような。あ、私のバカ、本当に物覚えが悪いんだから。とても大切な記憶なのよ。絶対に思い出さなくちゃいけない、とても大切な。この島のどこを見つめても胸が痛むの。ほんの一年前、この風景の中を誰かと歩いていたはずなのに。どうしたの猫ちゃん、私にあっちに行ってほしいの？ただいま、ルリーです。おかえりなさい、アーナス。私たちは生きる、私たちのために、私たちの責任ね、それさえも言う。
期待。